ここは今平屋の建築中の現場です。平屋のメリットで、特に今私は子育てをしているので、子育て中の目線からいくメリットとしては、3つあります。1つ目はやっぱり階段がないので、いろんな場面で子供が落ちてくるとか、気にしなくてよくなります。で、2つ目はやっぱり平屋だと広々、目線がいろんな部屋に届きますので、引き戸とかで開けっぱなしにしておけば、子供たちに目が届いて、安心しながら家事をしたりすることができます。3つ目はやっぱり、土地と近いので、地面と近いので、ちょっと外に遊びに行ったりとか、家の前で遊んでいるところとかもすぐ見えますし、ちょっと家庭菜園をしたりとかも、子供が中で寝ていてもちょっと自分が外で作業をしたりということもできるので、平屋はそういった点でおすすめです。